こんにちは、翔太です。今回は、上杉謙信、育てられるだけ育てようと思います。1週間で貯めた初級育成単と、同化を使って、亡くなるまで育てようと思います。まあ、一応、覚醒も一回できるんで、っていうのは、さっき戦役の動画を出したんですけど、上杉謙信、ちょいちょい火力足りてないんですよね。で、やっぱ筋力を上げたり、覚醒させたりだとかしないと、ちょっと火力が若干足りてない部分があるんで、今ある分全部使って育成していこうと思います。あ、後級はやらないです。初級でできる範囲で頑張ろうと思います。なんで多分、10分ぐらいで終わっちゃうような気するんですけど、まあ、ちょっとやっていくので、もしよければ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは25倍速で育成風景をお送りしますので、どうぞ。はい、やっぱり10分ぐらいで終わっちゃいましたね。もうどうかもすっからかんで、初級育成単もすっからかんになってしまったんで、ここまでにしようと思います。まあ、4000ぐらい筋力上がりましたね。まあ、上杉に関しては火力さえあればいいんで、正直筋力特化でいいと思うんで、多分あと1回覚醒したらかなり安定すると思うんですよね。この筋力、レベルかける200っていうのが手に入れば、多分これでかなりいい感じになってくれるのかなと思うので、まあ、ちょっと覚醒単一生懸命集めていきたいと思います。今回はここまでにしようと思います。これからも放置少々の動画上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。